はい、こんにちは、1 1 6インズです。今日は来月行われる WBC の各国のロースター発表に加えて、NBA ではトレードデッドラインを迎えたりとアメリカのスポーツ界隈は結構盛り上がっていた印象ですが、その中で MLB 関連でファンを沸かせた話題といえば、ダルビッシュ優選手がパドレスと契約延長した件でしょう。 契約は今期からの6年契約で総額1億800万ドル。ダルビッシュ選手は2017年オフにカブスと結んだ6年契約が今期まで残っており、今期の年俸は1800万ドルの予定でしたので、今回パドレスと結んだ契約延長による実質的な追加分は5年総額9000万ドルとなります。朝ニュースをチェックしていて、ダルビッシュ・パドレスと契約延長という見出しを見て、まあ、年齢も加味して3年契約くらいかなと記事を見る前に勝手に予想していたところ、まさかのその倍の6年契約。 今年8月にダルビッシュ選手は37歳の誕生日を迎えますので、この契約が終わる頃には42歳と、30代後半のピッチャーに対しては異例の長期契約となりまして、さすがにこの年数には驚きましたね。コンフは結構大物 FA 選手の中でも、例えばターナーやボーガーツのように40代まで保証する契約が結構あった印象ですが、ダルビッシュ選手の契約延長についてもそのトレンドにある種乗った格好ともなりました。今回はこのパドレスとダルビッシュ選手の契約延長を中心にお話していこうかなと思っています。 今更ダルビッシュ選手の活躍ぶりについて話さなくとも皆さんご存知だとは思いますが、簡単にまとめますと昨年35歳のシーズンながら、投球面では充実のシーズンとなりまして、30先発194回3分の2はキャリアで2番目に多いイニング数となりましたし、防御率も3.10、ベースボールレファネス3スのウィンザーボリプレイスメントでも4.4を記録しました。パドレス投手陣の中ではナンバーワンの活躍ぶりで、エースとしての働きを見せる1年となりましたよね。 ダルビッシュ選手といえば三振の山を築く投球スタイルが特に印象的なところでありますが、昨年は9人あたりの奪三振が9.1個と、まあこれでもイニング数を上回る奪三振記録しているものの、例年と比べると脱三振のペースは少なめ。 ただどちらかといえば多彩な変化球を織り交ぜながら三振に頼りすぎなくとも問題ない投球の幅の広さを見せた感じではありまして30先発でクオリティスタートも m l b にタイとなる25回記録するなど例年以上に安定感のある年ではあったのかなと年齢が30代後半に差し掛かってはいるもののまだまだ1戦級の活躍が見込めるピッチャーでパドレスとしてもダルビッシュ選手を最大限評価してのこの契約年数となったのかなと思っています。 しかしそうは言っても今季36歳のシーズンなわけですがそれで6年契約を結んだピッチャーというのはあまり過去に聞いた覚えがないなと思って調べてみたところ多分ですけどダルビッシュ選手が初の事例ですね。 契約開始時が35歳以上のシーズンで3年以上の契約を結んだ選手をスポットラックで確認してみたところまずコーンフレンジャーズと契約したジェイコブ・デグローム彼は今季が35歳のシーズンで今季からの5年契約一番年数が近いものでこの例が一つありますがあとはもう3年契約ばかりですねティム・ウェイクフィールドが36歳のシーズンからカート・シリングとマックス・シャーザーが37歳のシーズンから ロジャー・クレメンスが38歳のシーズンから3年契約を結んだ例は見つかりましたが、まあ、本当にそれくらい。やはり一流選手といえどどうしても30代後半となると年齢面の衰えがいつ来てもおかしくないので、チーム側からすればなるべく保証する年数は抑えたいのが一般的な考えではあります。ただそれでもパドレスが6年という年数を出したのは、それだけダルビッシュ選手を評価している現れとも言えますし、将来に関しても明るく考えている部分は多いのではないかと思われます。 パドレスとしても確かに今、ダルビッシュ選手を囲い込んでおきたい理由もありました昨年の途中に先発の柱であるジョーマス・グローブと契約延長したものの今季2023年オフにはダルビッシュ選手以外にもブレイク・スネルが FA の予定となっていますしニック・マルティネス、セス・ルーゴも場合によっては FA となる可能性があると。 そうなると一気に先発ローテーションの枠が空いてしまうわけですが、近年のトレードによってメジャーレベルに近い先発の有望株も今のパドレスには少なく、じゃあ FA 市場で先発を確保しようにも、今先発投手の市場はかなり高騰していますからね。ダルビッシュ選手と同じレベルのピッチャーを市場で獲得しようとなれば、相当コストもかさみますので、贅沢税のペナルティとかも考えるとあまり攻めた動きはしにくい。となると今ここでダルビッシュ選手と長期契約を結んでおくのは一つ手ではあったのかなと、 市場で同じレベルのピッチャーをこの値段ではまず取れないですからね。 もちろん30代後半のピッチャーと長期契約を結ぶリスクは当然あるものの多彩な変化球を駆使するなどして投球スタイルをまだまだ変えていけそうなダルビッシュ選手であれば彼に伴うリスクはまだ低めと考えることもできそうですしパドレスとしてもそこは自信があるのかなとまた今季からの契約延長とすることで現段階の贅沢税計算上のペイロールも下げることができましたのでこの後スプリングトレーニングで何か不足の事態が起きた際や夏のトレードデッドラインで補強に動きやすくなった点においてもこれからの12年にオールインの姿勢を見せているパドレスにとってプラスが大きい と考えたのでではないでしょうか加えて今回のダルビス選手の契約は契約前半の年俸が高めの設定となっていまして、具体的には今季の年俸が3000万ドル、カブスと結んだ当初の契約では今季の年俸1800万ドルでしたので、今季の年俸に限れば大幅なアップとなっています。贅沢税計算上のペイロールにおいては契約の年平均額が参入されるので、贅沢税の計算だけなら年俸がどのように支払われるかあまり問題とはならないのですが、とはいえ実際にいつキャッシュを支払うかは、球団の運営においては重要ではあります。 いくらダルビッシュ選手といえどここから年齢を重ねるごとにパフォーマンスが低下する可能性があるためパドレスとしてはパフォーマンスが落ちた時にそれに見合わない金額をその年に負担しなくてもよいよう初年度をかなり高めの3000万ドルとしたのではないかと思います今期であれば3000万ドルの価値に見合うだけのピッチングは見せてくれる可能性は契約後半と比べてははらるはるかに高いですからね また MLB トレードルーマーズの記事の中でもう一点興味深いポイントが触れられていまして昨年3月に結ばれた労使協定においてトレードされた選手の契約が移籍先の贅沢税計算上のペイロールにどのようにカウントされるかが変更となっていましてこれまでは移籍前と同じように契約の年平均額が参入されていたんですが現在はトレード時点の残り契約で計算されることになっています つまりダルビッシュ選手のように契約前半に高めの年俸をチームが支払っている場合もし契約途中でトレードとなったとしても移籍先のチームの贅沢税計算上のペイロールへの影響はこれまでよりも軽くなっているわけなんですよねなので普通に契約するよりかは多少将来的に動かせる余地を残した、まあ、ダルビッシュ選手の契約を後にトレードしたいとなるような時に実際それがどれほど効果があるかは何とも言えませんが契約前半の年俸を高めにすることには一応こういったメリットもあるようです ここ半年間でパドレスはマスグローブにダルビッシュ選手と投手陣の要と相次いで契約延長できましたので次は野手の中心選手との契約延長でしょうかね特に今季オフにはサードのマニー・マチャドがオフタアートを選択して FA となること濃厚ですのでチームとしてはそちらが喫緊の課題としてありますし昨年夏に獲得した不安外の FA についても考えなければいけないのかなと 外はナショナルズ時代に15年総額4億4000万ドルのオファーを断っているような選手ですので、まあパドレスが残すハードルは相当高いと思われますので、現実的に残すとしたらマチャド。 もし契約延長がまとまらなかった場合、最終的に破断となってはしまいましたが、本来ショートのカルロス・コレアにサードを守らせようとしていたメッツあたり、今季オフにマチャドが FA となったら、かなり真剣に獲得を狙ってくるでしょうし、スティーブ・コーエンとの札束の殴り合いでは、さすがにパドレスも部が悪いので、本気でマチャドを残したいのであれば、開幕までにどうにか話をまとめる必要がありそうです。 g r a チックのデニス・リン記社によれば、パドレスは今後開幕までにマチャドとの契約延長を模索するとのことですので、次はこちらの件がパドレス周りでは大きな注目ポイントとなりそうです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビン関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。